こんにちは。今日の間がないっつうか、塾女家の晩飯は私担当になりますね。でね、今日はね、ヤギビーフンね、ヤギビーフン、塾女家のね、これね、今ね、豚肉っこ炒めますね、これね。それだね、ソーセージ、これ野菜、今日はね、白菜だね。白菜、ズッキーニ、しめじ、ナス、人参、ピーマンだね、ピーマン、うん、そしたらキャベツも入れたいな。おお、おいよ、野菜たっぷりね。これね、この沸騰したね、この沸騰した湯っこ、沸騰したこの湯っこさ、焼きビーフ、このビーフマンと入れてほぐしますね。ほぐれたらすぐね、あんまり湯っこと入れればさ、あの焼きビーフ伸びてもあるはずな、これすぐなね、それで、うん、だね、今度白菜の葉っぱ、胡椒、胡椒粉の、うん、胡椒粉と塩粉ね、あとしまや中華だしの素、これもね、入れすぎればあのしょっぺくなるはんねんの、あまりしょっぺ入れねえでの、うん、ほんとよくね、なんでもほどほどにね、うん、でね、俺はいつもなんか入れすぎでね、あれすんないね。なんでさ、俺の場合のやつそんなもんなんだけど、あれだ、麺より野菜の方が多いね。野菜ついたかったらビーフン、たらオイスターソースです。これ始めっこ、素晴らしいですね、できましたよ。の旦那さんの婚族も今公務員、今出ればお盆休み取れねって、なんでお盆休み取って土日月火水まで休みだの、塾上3食作れば前に大変で見てたはずの、ちょっと晩飯くらいでもほら作っていけるかなと、そう思ったの。まあね、普段はね、ほらもね、塾上の晩飯あの食べに上さんがったりするのでね、うん、まあね、持ちつ持たれつですね。さあ、焼きビーフンは鰹節かけません、私海苔だけです。これ
焼きビーフン、これ1人前だよ、1人前ってか店のメニューで頼んでもこのくらいです。だいたい3人前くらいあるね。そういうことで今日美味しい焼きビーフン晩飯でした。